国家安泰平和祈願三光神社、三光神社で会うてんのかな今現在でね、宮司さんも86代ということで、なんかすごいな。ちょっと若干イメージと違って、由来がここに書いてますけど、創建は第18代、半世紀、18代半世天皇神職としてすごい86代奉仕されて、当初は日本全国で唯一の中国山井よけの神として知られ、数形者は全国に存在し、初日からこのとまで祈願大祭があり、ほうすごい古いですね。じゃあそうやね、第18代、うん、やっぱ20年のあの空襲で焼かれてんねんな。ですね、大空襲でって。ほんまにそう思ったらアメリカ中のな。でもこの大阪のど真ん中にこう、うん、ですね、穏やかにこう、しかも今春だからこの先がめっちゃ綺麗じゃないですか、花が、うん、もうでも葉桜になってね、全部、でもまだこちらの方残ってますよ、少し桜が。若干ね。若干。うん、でももうほぼほぼ葉桜ですよ。こちらがこういう感じですね。では。では。失礼いたします。失礼します。別の方が参拝されてます。ということですね。ということですね。今後雪村決戦の地。シャウトリ助けない。ね。ではちょっとこちらの方。雪村大阪の陣ですね。これは七福神のやつですね、うん、あ、こと書いてます。我々はこれに世界の平和と国家の安泰を祈願して残すこととする。さらに今般有志が愛より新たにこの鳥を訪問し、有志ある参考の大宮を思うことの次第である。47年僕生まれる1年前じゃないですか。結構いっぱいあるんね。いっぱいありますよ、こういうふうに。うん。弁財天。お寺も多いんやな。お寺多いですね。ちょっとこう七福神がこう。毘沙門天が金銭融通のご利益。行きましょうか。大国主の神社。うん。ですね。下の方ですね。帰るのご利益。エベスさん。エベスさんはあの商売繁盛ですね。君もエベスさんって呼んでくれるようになったね。ええー。エビスさんと言わずに3人ぐらいかかりました。何時も終わってエビスさんから、エビスさんからエビスさんって、エビスさんにふとあ、これでなんか大阪人になれたみたいな。なったね。あ、雪村もうどうですかね、あれは。これ行ってみます。行ってみましょうか。そうですね、うん、これそうですね、雪村の。そう、うん、もうちょっと逆光になるけど大丈夫かな。でちゃんとあのその背景がこうなんか陣っぽく、ん、この後ろ、こちら、ここ何、いやでも関真田のなんかで、ここに抜け穴って、はい、あ、真田の抜け穴がここにこんなになって、こんな広くて、本当だ。なるほど。この奥暗いから見えるかな。あ、本当にこうやって抜け穴ですね。すげえ。ガチですごいですよ、これ。ガチですごいですね。カメラで見たらすごいはっきり見えました。で、いや、はじめ僕、こっち、このあの、砦っぽい、こう、大砲みたいなのがありえるので、こっちを言ってたら、あれ、これは何なんだろうと。うん、抜け穴が、こう、歴史好きの方の、こう、たまらん感じなんですね。たまらん感じですね。あれ、
年に1回ぐらいこう入れさせてくれないかなって無理でしょ。あ、養廃場もある。ほんとだ。大体残ってんのね、養廃場って。そうですね、残ってんの珍しいですね。一応、はい、来た限りは、来た限りはやはり中まで行きましょうか。行きましょうか。失礼します。ね、こちらで、では参ります。はい、皇居養廃、皇居に対し立て祭り再敬礼。乗れ。なんか素敵、まさかあるとはねえ。な、残ってるのってほとんど見たことないんですけどね。あ、大正13年やわ。あ、じゃあ戦火にも負けず残って、うん、残ったんや、残ったんや、これすごいな。B29 に勝ったという、うん、いや、そう考えたらすごいですよ。 B29 にも負けずに、負けずに養廃場は残ったと。なんかご皇室の凄さがちょっと垣間見れますよ ね。ああ、なんかちょっと気持ちよくね、あのええ感じでこう最後にものすごくいい気分になれた、いい気分になれたというありがたいです。ああいうの残してくれて。そうです ね。ということで、本日、三光神社、ご案内しました。もうこういう風にね、新願寺定まる検証碑、真田幸村巡りルート、そう、まあまあお好きな方はまた一度寄っていただいたら、はい、でここにね、また真田祭りも書いてます、ね、書いてますね、ここの後ろ、うん、毎年11月相当先っすね。そうやな、抜け穴開放やさっき。あ、本当だ。へえ、検証式典もある。ちょっと僕、あの抜け穴が気になるんですけど行きましょう。いや、あそこ行ったらどこにたどり着くのかと。行きましょう。ということで、はい、今日ご案内、三光神社でした。三光神社でした、はい、なんか駅で言うと玉造り。